け、ザ・ファンクスに反則勝ち、これはブッチャーが、反則を引き出した、そういう結果、そして対木村鶴見戦、ブロック勝ちました、一発で割れましたね、一発で、ザ・グレート歌舞伎の額が割れましたね、これはもうリング上でがっちりボディープレスで、ピンフォールを奪いまして、現在4点。さあアブドラズブッチャーの地獄突きが続きます。そしてまた狂気攻撃だ、ジョン・ペンタ、ちょっとあっけに取られておりますが、チームメイトのザ・グレート歌舞伎の額がばっくり割れました。おびただしい流血、この勝負はやむを得ないかと思いますけれども、容赦なく叩きつけますアブドラズブッチャーであります。いやいやすごいですね、悪の勇士、圧巻アブドラズブッチャー、面もとらまらぬこのスピード地獄突き、そして流血でさらに荒れ狂うアブドラザ・ブッチャー。さあザ・グレート歌舞伎が場外に追い出されました。そしてものすごい勢いで私どもの放送席マイクロフォンを使いました。山田隆さんのマイクロフォンはアブドラザ・ブッチャーの手、今離れました。そしてまた流血、さらにおびただしい血が放送席にもパーッと飛び散ってまいります。雪の札幌、やはり真っ赤な血で染まってしまいました。さあアブドラザ・ブッチャーが再び狂気を出して、そして額に真っ二つ、すごい勢いです。やっとザ・グレート歌舞伎の額真っ二つに生まれました。おびただしい流血、さあこれでまたファイトができるのかどうか。ザ・グレート歌舞伎頑張れ、 TNT がそばにやってきた。 TNT がグレート歌舞伎をまたリングの中に、引き入れました。すごい勝負になってまいりました札幌決戦、何しろ一戦一戦が大事な87世界最強タッグ決定リーグ戦。アブドラズ・ブッチャーも密かに優勝を狙っているかのような、そういう得点の経過でありますが、ブッチャーはどうなんですか、ダークホース的な山さん、存在だというふうに言ったんですけれども、光が当たってきましたね。そうです、非常にね、はい、本人も意識してますね、そうですね、ですから得点、反則をやる人もですね、はい、非常に素早く、はい、いわゆる反則を取られないように前方を取ってますね。そうですね、まあ、4強との対決は残るところ新潟大会ブロディ組、大阪大会天竜組、長崎大会ハンセン組、日本武道館ジャイアント馬場組でありますが、この対決に、まあ、ブッチャは6年ぶり全日本復帰の全てをかけて、悪の、そして悪の名誉をかけて戦っている、そういう感じがいたしますが、4強残っている集団がですね、このブッチャ組に足元を救われますと優勝がすっ飛んでいってしまいますね。さあジョンテントの見せ所、担ぎ上げてカナディアンバックブリーカーでの取ったら、非常にジョンテントとしては自信がつくんでしょうが、さあアブドラズ・ブッチャー186センチ、140キロ、ジョンテント196センチ、160キロ、すごいぞ、すごいド迫力だ、持ち上げるか、ジョンテント持ち上げてブッチャーを寝かせろ、入った、腰に乗せていきました、腰に乗せましたジョン・テンタ、なかなかいいですよ。そうですね、頑張ります、こういうね、技を出さないとダメですよ。そうですね、あれね、一発投げただけですがね、ブッチャーが自分が巨体ですからね、ダメージ大きいんですよ、相当ダメージがね広がりますからね、自分の体重でね、相当参りますよ。正面から堂々と勝負を挑んでいますジョン・テンタ、ジョン・テンタにとりましてもこのブッチャーとの対決は本当にいい経験です。さあ両者がもう胴体で倒れ込みました。上になっておりますのがジョン・テンタです。ジョン・テンタ、ザ・グレート歌舞伎組、ここまで2点、勝ったのはヤングブラッドブラザーズ、そしてザ・ファンクスには敗れました。アブドラズ・ブッチャー TNT 組、ここまで4点、今日勝ちますと6点でありますが、現在のところ札幌大会8点でザ・ファンクスが一歩リードしています。これを追随してますからね、ブッチャー軍団ね。そうですね、さあジョン・テンタの怪力であります。そしてこれでまさかフロントソプレックスには来て取れないと思いますが、あとアブドラズ・ブッチャーがトラースキックで TNT を場外に送り出しました。さあリングの中、アブドラズ・ブッチャーもこのジョン・テンタの怪力にはびっくりしてるでしょう。サバ折りだ、ベアハグ攻撃、ベアハグ、この間にグレート歌舞伎が椅子を取った、椅子を手にしているトップロープに上がった、さあ合体殺法だが、あっピンタラー、それブッチャーの脳天をつけました、ブッチャーの脳天をつけました。もうジョン・テンタが絶対にこれ離さないことですね。そうですね、しっかりとベアハグ攻撃決まっています。その間にザ・グレート歌舞伎が椅子で猛烈果敢にアブドラブッチャーの後頭部を滅多打ちにしています。さあアブドラブッチャーの額からも一筋血が流れてまいりました。そして政権突きを見せます。トップロープからの攻撃、このダブルの攻撃は非常にいい、ジョン・テンタ健闘、自分の体を大いに利してますね。そうです、非常にいい攻撃だ、正面が無理をする、できるのはジョン・テンタぐらいですからね。そうですね、がっちりとアブドラブッチャーの動きを止めました。これは意外な展開で、アブドラブッチャーもおそらく戸惑っているんではないでしょうか、ちょっとね、
びっくりしてますね。びっくりしてますね。まさかこういうことをやられようと、はい、予想してなかったんでしょうね。このリーグ戦で6年ぶり U ターンしてまいりましたアブドラズブッチャー、初めてですね、こういうピンチに立たされたシーンはね。そうですね、今のところ一方的に、今までの流れは一方的に場外で本当に暴力的なファイトで圧倒的な、暴力ファイトを見せておりましたアブドラズブッチャーでありますが、リング上釘付けにされました。さすがにジョンテンタの怪力、160キロの体重、196センチの身長、この巨体を十分に使っているジョンテンタにはこれがあるんです。これは大金星だ。この勝負負けてもこれは大金星ですよ。そうです ね、素晴らしいですね、ジョンテンタ。これはね、おそらく歌舞伎の実践でしょうね。そうでしょうね。ちょっとファンの皆様足元をご覧ください。もうキャンバスに両方の足をピタッとくっつけて絶対に動かない、俺はどんなことがあっても動かないという形です。ジョンテンタ本当にキャンバスにもう足がくっついている、そういう感じ。もっと締めろ、もっと締めろ。さあ、札幌ファンの皆さんも徐々に興奮の度を加えてまいりました。ジョンテンタがやります。ジョンテンタが男になりました。素晴らしい攻撃だ、ジョンテンタ素晴らしい攻撃だ。ベアハグ、ベアハグ、うわーっと今度は頭の後頭部から額、背中にかけまして一筋赤い血、これまた不気味であります。アブドラズブッチャーがっちりとベアハグを捉えて離しません。ザ・グレート歌舞伎が指令を出しています。V 級だ、ジョンテンタ、ジョンテンタ頑張ります。もう顔を真っ赤にしてすごい勢いで、さあ、ものすごい、ものすごい勢いで攻め込んでいます。あれぞ本当にこの体の白熊の力ですね。そうですね、パワフルですね。まさに熊の抱き締め、いやいや素晴らしい。これがね、本当に単純な技ですよね。本当ですね、魅力はすごいですね。意外な展開になりました。そして持ち上げたぞ、これぞ、これぞジョンテンタのレスリングだ。これでいいんですよね。そうです、これでいいんです。また必要ない、もう、ね、もう、はい、あ、やっとヘッドバットで離しました。しかしアブドラブッチャーの腰にも来ているようです。アブドラブッチャーが攻撃をされました。さあ、今度はどういう攻撃に出ていきますか。恐らく、ね、ジョンテンタ、ジョンテンタが飛びます。さあ、ロープに飛ばした、ロープに飛ばした。カウンターだ、カウンターだ。テンタ行け、あーっと、いやいや、今度は両方の手で合わせられてしまいました。 DNT が歌舞伎を相手にいたしますが、さあ、アブドラズブッチャーが、さあ、おー、そのままボディープレスだ。さあ、これで跳ねのけるか。ボディープレス、ボディープレス、ボディープレス、ボディープレス。あー、ダメだ、ジョンテンタダメです。あー、アブドラズブッチャーも140キロが空を取りました。フライングボディープレスがジョンテンタのボディのあたりを捉えまして、そのままカウント3が入ってしまいました。いやー、ジョンテンタももう本当に思い切ってやりました。思い切ってよくやりましたけれども、しかしアブドラズブッチャーのサードロープから飛んだフライングソーセージと言ってもいいですかね。そうですね、8分56秒、アブドラズブッチャー DNT 組がザ・グレートカップ